いいの。いいよ、いいよ。名前は竹内渉です。学年は3年です。いつも誰にスクールの送り迎えをしてもらっていますか？お母さんです。お母さんの料理で一番好きなのは何ですか？ラーメンです。いつも支えてくれるお母さん、お父さん、お母さんにありがとうは伝えていますか？一応伝えています。せっかくなのでお父さん、お母さんに日頃の感謝を伝えましょう。なんか一言、お父さんとお母さん。お母さんはいつも料理がうまくておいしいです。お父さんはいつも厳しくて怖い、ちょっとです。ありがとうございました。